日本維新の会は政治資金規正法の改正などをめぐる国会での対応に党内から不満が出ていることを受け党所属の地方議員らに敬意を説明する会合を開きました仲間を後ろから打つということだけは控えていただいて一致団結して我々の理想である目標であるこの日本大改革にチャレンジしていく維新の会は自民党との合意を踏まえ 政治資金規正法の改正案に衆議院では賛成しましたが、調査研究広報滞在費、いわゆる旧文通費の改革が先送りされる見通しとなったため、参議院では一転して反対に回っていました。今日の会合では、出席者から旧文通費の改革が実現できなかったことへの厳しい意見も出されたということです。